どうも、カツです。今回はですね、任天堂 Wii U ソフトタッチカービィスーパーレインボーの続きやっていきたいと思います。前回ですね、このドクノさんのね、恐怖のマグマ火山の方をクリアしまして、本と宝箱の方をね、無事ゲットしましたので、今回はドクノボスの炎の海のスキットダンスをやっていきたいと思います。でね、このステージ6のパートからね、何度も言ってるんですけど、このね、6のところからね、沼くんからね、アミーボの方を借りましてね、カービィとデデデヘイガとメタナイトとワタルティってね、あるわけなんですけれども、そのアミーボを使ってね、いろいろとやっていきたいと思います。その各アミーボによって、能力の違いがあるということなので、そういうのもね、見比べていけたらなと思っております。というわけでね、今回はボス戦ってことでね、ボス戦は強く、ボス戦は攻撃、違う、ボス戦ということでね、攻撃力高そうなメタナイトをね、使ってみようかと思います。ではでは、やってみましょう。おー、お面がついたね。なんか粘土調だから、なんかすごくなんかまた味わい深いお面になってるんだ、これ。いいね。非常にいい。というわけでね、やっていこうかなと思います。さあ、炎の海のスキットダンス、やっていこうぜ。メタナイトはパワーアップするらしいっていう話だから。うわぁ、危な。俺、やっていくぜ。クル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 ンっていうのが結構パワー系の雰囲気がちゃんとありますね。うわ、うわ、うわ、そういうの俺危ないから、あー、星を取るのを忘れたね。足を狙ってくるか、海賊風だね。これ大変なんじゃない、これは。先行けそうだね。いいね、音楽。非常に。よいしょ。こういう感じか。ちょっとずつ狙っていく感じ。よいしょ。足場がないじゃん、ほとんど、ここで。難しいね、足場ないと。ついに足場がないと。よいしょ。なんかトゲトゲのやつは危ないね。うっかり食らっちゃうと危なそう。痛い、食らっちゃった。危ない。しかも一発アウトもあるから、ちょっとついな。よいしょ。おぉ。言うことを聞かねえ。相変わらず。操作性が悪いわけじゃないんだろうけどな。いや、悪いね、操作性は。申し訳ないけど、操作性はあまりお世辞にも良くないですね。おかげで俺すっごい苦労したもの。ボス戦も大変だからね。あ、ダブルパターン？もう言うことを聞かねえ。よいしょ。パワーアップはやっぱ効果があるのかもね。わー、ちょっと線のせいで暴走してた俺が。暴走だ、暴走して。なんとやだー。はい、何言ってるかわかんないね。はい。相変わらず、俺は、はい、何言ってるかわかりませんね。はい。よいしょ。うん。うわ、危ねえ。変化の方がいいのかね。いけ。死ぬんですけど、これ。よいしょ、ああ、もう一撃ですか。死ぬね、これは俺。よいしょ。よいしょ。あ、これはきついですね。よいしょ。どっちかっていうと HP が多くなる変化の方が良さげな感じですね、これは。
あれ？あ、そう、グラッチ行けないんだったね。くそ。なんだそれ。よいしょ。よいしょーって。簡単に倒しすぎて、5分くらいで終わっちゃった。スキットダンス、メタナイトでやったらすげえ強かった。メタナイトがめちゃめちゃ強かった。攻撃力アップにはいいね。アミーボたちは1日1回、1ステージ1回ってことだから、3回く、1日プレイするときは3回くらいはできるってことか。なんかすごい勢いでね、あっという間に短い時間でね、レベル6をクリア、間違い、ボス戦をクリアしちゃった。てかね、6の1でね、クソ苦戦してさ、もう2時間くらいかかってんださ。それに比べてボス戦の短さ。一発クリアっていうのはなかなか珍しいもんよ。無事にね、クリアできたので、これで無事にね、次のステージ開けちゃったわけなんだけど、レベル7のパープルフォー、パープルフォートレスってところに行けばいいらしいね、次は。うん。というわけでね、次回は、レベル7のパープルフォートレスのステージ1やっていくことになると、なると思いますじゃなくて、なりますね。また長く2時間ぐらい苦労しな、苦戦しながらやっていくことになるのではありましょう。てか多分レベル7だからね、もう各ステージずつ2時間ぐらいずつかかるぐらいの覚悟でやらないとダメですね。多分だいぶ心また折れると思いますが、頑張ってやっていきたいと思います。というわけで今回の動画は非常に短いですが、ここまででございます。皆さんご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。